アイドルのラップシーンを席巻ナンバーアンダーラインア i が圧倒的支持を受ける第1位に輝いたのは235票を獲得したナンバーアンダーラインア i の平野翔でしたラップシーンにおいて数々の才能が共演する中で今回の注目はナンバーアンダーラインア i B, ファースト・ INI 上腕の中から誰が最もラップに秀でているかに焦点が当てられました これらのアーティストたちは単なるビジュアルだけでなくその音楽的パフォーマンス力でも称賛されています。今年のアンケートでは32名の中から一番のラップスキルを持つメンバーを選ぶという興味深い調査が行われました。投票期間中には589人のファンが意見を寄せその結果が明らかになりました。ンアイ ビーファースト、INI、上腕の中で誰がラップが上手いかを問うアンケートが実施されました。その結果、圧倒的な票を獲得したのがナンバーアンダーライン・ I の平野翔でした。彼はキングプリンスからの脱退後、ナンバーアンダーライン・ I を結成し、驚くべきラップスキルを披露しました。特に彼の前編ラップ曲に対する取り組みは、多くのファンを驚かせました。 首位に輝いたのは、235票を獲得したナンバーアンダーラインアイの平野翔でした。彼は昨年、金プリを脱退してナンバーアンダーラインアイを結成し、その後デビューシングル、ゴートで全編ラップを披露し、驚きを与えました。彼のハスキーボイスや高音のメローさ、そして感情を乗せる表現力がファンに大きなインパクトを与えました。 彼のデジタルシングル GOAT では3連符のフローの技法を取り入れ全編ラップを成功させました。この曲名にはグレーテストオブオールタイムの略である GOAT の意味が込められておりその意気込みが感じられます。アンケート回答では彼のハスキーボイスや高音のメローさそして感情を乗せる能力が高く評価されました。続いて2位に輝いたのはガンユータ。 2位には平野と2票差で騎士ユタがランクインしました。彼は普段の話し方からは想像もつかないクールなラップを披露し、ファンを魅了しています。特に彼のエッジボイスや一息での高速ラップは、多くのファンに称賛されています。彼の独特なエッジボイスや高速ラップは、ファンを魅了し、彼の努力と技術がいかがに圧巻であるかを証明しました。騎士は、 音楽だけでなく、ミュージカルでの経験も彼のラップに影響を与えていることでしょう。そして3位には、同じくナンバーアンダーライン愛のメンバーである神宮寺雄太がランクインしました。彼のラップは明瞭で聞き取りやすく、他のメンバーとのバランスも良いと評されました。彼の明瞭な声色と滑舌の良さが、彼を特別な存在にしています。彼のラップは聞き取りやすく、 上品で爽やかな印象を与えます。彼の存在感はナンバーアンダーラインア i の中でも際立っています。ナンバーアンダーラインアイ I メンバーが上位を独占する結果となり、彼らの圧倒的なラップスキルが証明されました。彼らの音楽への情熱と努力がファンに新たな感動を与え続けています。このアンケート結果から彼らのラップスキルだけでなく、 個々の性質や表現力についても興味深い洞察が得られました。彼らが今後もどのように成長し、音楽シーンでの地位を築いていくのか、期待が高まります。この話題に関連して、他のアイドルグループや個々のメンバーのラップスキルについても議論が広がるでしょう。彼らが今後、どのような音楽活動を展開するのか、注目していきたいところです。 このアンケート結果は単なる順位付けだけでなく各アーティストの独自の魅力やファンの支持を浮き彫りにします。ラップシーンにおいて彼らの存在は今後もさらなる注目を集めることでしょう。このようなアンケート結果はファンにとっては興味深い情報源であり彼らの支持を確認する機会でもあります。今後も様々なアーティストやアイドルグループの活動に注目し 彼らの成長を見守りたいと思います。アンケート結果についてあなたはどのような意見を持ちますかあなたが支持するアーティストやアイドルグループのラップスキルについてどのような評価をしていますかそれぞれのメンバーの個性や魅力についてぜひご意見をお聞かせください。最近、アイドルグループの間でラップの技術が注目を集めています。 ビジュアルだけでなく、パフォーマンスにおいても卓越した才能を持つメンバーたちが、新たな音楽の領域に挑戦しています。その中でも、特にナンバーアンダーラインアイからは、驚異的な実力を持つメンバーが輩出されています。先月、ラップに引い出たアイドルメンバーを対象に実施されたアンケートでは、ナンバーアンダーラインアイの平野翔が圧倒的な支持を受けました。平野は、 グループの中でも突出した存在として多くのファンから愛されています。彼は昨年、キンプリを脱退し、ナンバーアンダーラインアイを結成して再出発しました。その後、彼らのデジタルシングルゴートでは全編ラップの楽曲で新境地を切り開きました。ファンも驚くばかりの彼のラップスキルは多くの支持を集めました。また、 キシユタもナンバーアンダーラインイの中で目を引く存在です。彼の高速ラップは特に注目を集め、多くのファンを魅了しています。キシは普段の話し方とは異なるクールなラップスタイルで、新たな一面を見せています。彼の努力と才能が結実し、ファンを魅了しています。さらに、 ナンバーアンダーラインアイの中で神宮寺勇太もラップの上手さで高い評価を受けています。彼の明瞭な声色と滑舌の良さは多くの人々を心を震わせます。彼のラップは言葉が聞き取りやすくスムーズに耳に入ります。彼の存在はグループ全体のバランスを取りながらラップシーンに新たな息吹をもたらしています。 今回のアンケート結果からもわかるように、ナンバーアンダーラインアイはラップシーンでその存在感を示し続けています。彼らの努力と才能がファンの支持を集める一員となっています。これからも彼らの活躍に注目です。イ・平野賞ナンバーアンダーライン愛235票40%第1位に輝いたのは 235票を獲得したナンバーアンダーラインアイの平野翔でした。昨年5月にキングプリンスを脱退し、神宮寺優太、た、岸優太と共にナンバーアンダーラインアイを結成し、新たなスタートを切りました。そして、今年1月1日にデジタルシングル GOAT でデビューし、特に三連符のフローの技法を取り入れた本格的なラップを披露しました。 彼自身も Spotify のインタビューで今まで使ったことのない生態を使ったと述べ、キンプリ時代には見られなかった前編ラップ曲にファンも驚かせました。彼の声には中毒性があり、GO と Greatest of Alltime のスラングが持つ意味通り、彼のパフォーマンスはまさに最高峰です。2位、ガンユータ、ナンバーアンダーライン I233 秒、40%。 惜しくも2票差で2位となったのは、ナンバーアンダーライン愛の岸優太でした。岸くんにしかできない独特のエッジボイスや高速ラップは、多くのファンを魅了しています。彼のクールなラップは想像を超えるものであり、普段の声色とは異なる一面もファンの間で話題になっています。彼の努力と経験が、彼のラップに反映されていることは間違いありません。3位。 神宮寺ゆ太た、ナンバーアンダーライン愛、61票、10%。アンケートで第3位を獲得したのは、神宮寺ゆ太でした。彼のラップは明瞭で聞き取りやすく、その声色は聞くものを心地よく刺激します。ナンバーアンダーライン I のメンバーが上位を独占する結果となり、彼らのラップスキルの高さが示されました。